クレハイキきキ行きバスクレハイキきキ行きバスは、富山県富山市クレハ地区で運行されている、コミュニティバスである。沿線企業、地域住民等が出資する、有限会社町づくり公社クレハが、富山地鉄北斗バスに運行を委託している。モータリゼーションの進展に伴い、2000年代初頭には、クレハ地区内を走る路線バスは、県道富山高岡線を東西に走る路線と、途中から分岐し、 県道四方新中座や線を南北に走る路線の二つに削減された。そのため、この二路線が直接乗り入れない JR 呉レ駅及び、地域内の各生活拠点の相互間の行き来や、児童、生徒の通学利用などを担う公共交通が存在しない状態に陥った。そこで2004年、呉レ地域の商工会や自治会組織の出資により、 校舎を設立。地域住民から協賛金を募った上で、翌2005年4月11日よりバスの運行を開始した。運行開始当初は、京都市の第五コミュニティバスと同様自治体の補助を全く受けず、純粋な地域自主運行バスとして運行してきたが、2007年度からは市の補助制度を利用し、事業費の45%を上限として補助を受けている。運賃は、 小学生以上一乗車100円。通常便は8時台から19時台の運行で、長岡、観光、ルート、ローデン、古沢、池田ルートとも70分ごとに運行している。日曜、祝日は終日運休する。モーニング行き行きバスは平日朝のみ運行される。運行開始後、乗車人数は2005年度約3.7万人。2006年度約4.5万人。 2007年度約5.1万人と増加傾向にあり、2007年度には初めて黒字となっている。両ルートともに循環運行で、下記に示すように肩回り運行である。全体の所要時間は65分。ローデン、古沢、池田ルートの不代病院への乗り入れは2006年12月、花の基地区と病院を結ぶ路線バスの廃止に伴い、利用者の要望を受け始まった。 2009年8月からは、ローデン、古沢、池田ルートの昼間の一部の便について、経営値が変更となっている。両ルートともに、クレ廃棄に向けての片道運行である。通常便と比べ、ショートカットされている部分が多い。両、ルートとも小型のオンステップバスの日の、ポンチョ不定期でダイソーとして、私鉄バス所属の日の、レインボー RJ などが運用に入ることがある。 運行3年目、初の黒字と山、クリハ行き行きます。北日本新聞、2009年5月11日閲覧。ありがとうございます。